倉沢寺は、長野県駒金市中沢にある、総当州の前殺。三号を公前山と称する。本尊は、ビルシャナ仏である。稲七福神寿老人、稲すは八十八霊場第六十五番札所にも、なっている。室町時代の応援年間、1394から1427年、中沢の後見上主、倉沢田島森重清が回帰して、 工芸院と称し、遠徳元年蔵騒ぎに解消と伝わる。その後、倉沢氏は、武田氏によりこの地を退去させられ、寺門は衰退する。慶長4年愛知県津村金流寺の来園集、つもみ大予将により、中高解散される。三角の増流は、完成9年で、木札が残る。自伝によれば、旧姓が、高藤番章、伊藤常八条領町に、 主楼門として増流させた。三角は三軒一戸老門で、屋根は入りも屋造り、三河原武きである。変わっているのは、三道入り口側ではなく、本堂側に、軒頭破布が付けられている。また、二階の立ちが、極めて高い点も、特徴で、これは一段高い位置にある本堂から見て、立面が低く見えるのを防ぐ工夫と推察される。二階内部天井には、 盆章を吊るした金具の痕跡が残る。享保12年に作られた盆章は太平洋戦争に供出された。その後、大正7年瓦原武器にした木札が残る。三角は平成23年駒金市の有形文化財に指定された。境内に東前安薬師堂があり、平成12年近くから現在地に移築された。堂の天井には、 田中帝さんの筆による48枚の歴史上の人物、中国古事、伝承等の天井絵が残る。ティンさんは、天保九年、上田藩領で生誕、明治24年頃より、駒金市中沢に祭祀と住んでいた。明治43年時よりティンさんに依頼して、天井絵を描く。ありがとうございます。